第95回歴史講座最終回飛鳥文化になります。さて、聖徳太子が内政や外交に大活躍していた頃の我が国では、仏教が朝廷の厚い保護を受けて急速に発展した時代でもありました。この時代の文化を飛鳥文化と言います。飛鳥文化は仏教文化を中心として、チャイナの南北朝時代の文化と我が国の古墳文化の、この時代の文化が融合し、当時の西アジアやエジプト、あるいはギリシャにもつながる特徴を持っていました。聖徳太子は、自ら高句麗の高僧であった絵師に学び、法華経、昭満経、唯摩経の注釈書である三行偽書を表しました。またこの時期に高句麗の僧である敦頂が彩色、絵の具ですね、あるいは紙、墨の技法を伝え、百済の僧の貫禄は我が国歴法、暦をもたらしたとされています。なお先述の通り、聖徳太子は絵師から仏教のみならず東アジアにおける国際情勢を詳しく学んでおり、その後の遣隋使をきっかけとするチャイナとの対等外交を実現していますよね。ところで、聖徳太子が摂政に任じられた6世紀末頃から、飛鳥の地に天皇の宮殿が次々に造営されました。中でも603年に推古天皇によって造営されたと伝わるお張田の宮は、先日した隋からの返礼の使者である廃清政が我が国に来訪した際の宮殿とされています。また有力な皇族や蘇我氏などの有力な豪族もそれぞれ邸宅を構えていましたが、時代が進むにつれて様々な施設が飛鳥の地に集中するようになり、本格的な旧都が造営される段階へと進みました。で、こうした流れが後の藤原京、あるいは平城京などの新都造営をもたらすことになるわけです。ところで、聖徳太子は若い頃から仏教を深く信仰していましたが、仏教を積極的に受け入れようとする数仏派の蘇我の孫と、禁止しようとする廃仏派の小野留の守谷との間で、前回述べましたように587年に大きな争いが起きてしまいました。聖徳太子、当時は戸の巫女は、この時まだ14歳の少年ながら戦闘に参加していましたが、戦いは蘇我氏にとって不利な状況が続きます。思い余った聖徳太子は自ら四天王像を彫刻して、この戦いに勝利したら四天王を安置する寺院を建立し、この世のありとあらゆる人々を救済すると誓いました。すると味方の放った矢が物の目の守谷に命中して戦死し、大将を失った物の目軍は総崩れとなって敗退しました。その後、聖徳太子が四天王との約束を果たすため593年に建立したのが現在の四天王寺と伝えられています。なお四天王寺を実際に建築したのは世界最古の企業、578年創業とされる金剛組であり、現在も四天王寺のそばに本社があります。また大阪の繁華街として梅田、難波と並んで有名な天王寺は、四天王寺の略称がそのまま地名と化したものです。仏教の発展によって6世紀末から7世紀前半にかけて数多くの寺院が建てられました。なお寺院は古墳に代わって豪族の権威を象徴するものであり、礎石の上に二塗りの柱を立てて屋根に瓦を吹く建築技法が用いられました。聖徳太子は四天王寺のほかに607年に法隆寺、別名を斑鳩寺を自ら建立し、また蘇我の馬子が飛鳥寺、別名法光寺を、氷華寺、渡来人系の畑氏が光隆寺をそれぞれ建立しました。また聖徳太子よりも後の時代に除名天皇が百済王寺、後の大観覧寺、あるいは現在の大安寺のルーツを建立したとされています。寺院内の建物の配置のことを伽藍配置と言いますが、四天王寺や飛鳥寺の伽藍配置が大陸伝来の配置であるのに対し、
法隆寺の配置は我が国独特のものとされており、こんなところにも我が国独自の文化への主張が見られます。法隆寺は7世紀後半に一度火事で焼失しましたが、その後再建され、寺院の一部は世界最古の木造建築として残っており、平成5年1993年には法隆寺地域の仏教建造物が我が国で初のユネスコの世界文化遺産として登録されました。で、この仏教の信仰によって数多くの仏像が作られました。中でも有名なのは蔵造りの鳥、別名鳥伏氏が制作した金堂像である法隆寺金堂の釈迦三尊像であり、チャイナの南北朝時代の国技様式に属していますよね。で、その他の仏像としては中宮寺や法隆寺の半跏思惟像、または弥勒菩薩像、法隆寺の九田羅観音像や法隆寺夢殿の久世観音像などの木像が知られています。また美術工芸品としては法隆寺の玉串の厨子、あるいは中宮寺の天寿国宗長などが残されており、それらに用いられた忍道唐草文様は遠くエジプトやギリシャからチャイナを経て伝来したとされています。以上をもちまして第95回歴史講座終了させていただきます。長い間のご清聴誠にありがとうございました。